はい。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 です。では恒例の、はい、今日の服装のポイント。あ、これなんだ。ファッションショー。確かに最近多い。じゃあ誰から？好評らしいよ。あ、そうなの？知らないですけど。はい。じゃあまず中坂から。私はあのトレンドっていうんですか、うん、のアーノーマーをしてみたかったんですけど、あの完全に季節を間違えてしまいました。今日寒いの。すごい寒いんですけど、うん、まあ動画を見ながら温まっていきたいと思います。うん、よろしくお願いします。かわいい。かわいい。はい。そうですね。青海の今日のコーデは。大人っぽ冬コーデでーす。かわいい。まあ、今回この中では最年長なので、なので、まあ、22歳らしい、あら、そして女性らしくね、お、今日はまあちょっと色気を出しながらそういう番組じゃないんですけどでもね、今日アクセサリーもシルバーで揃えたりとか、すごいこだわってるので、細かいとこまでチェックしてくれると嬉しいです。え、岡本さん。はい、岡本彩香です。私は、通常運転でなんかいろいろ出てる。確かにすごい。いや、黒が大好きなので、うん、黒なんですけど、まあ、これは閉じれるんですよ、実はボタンがあって、まあ、でも今日はサービスということで出してきたので、わざとだったんだ。よろしくお願いしますはい、かわいい。ありがとうございます。じゃん、あれ、元気。研究生思い出すね。最近買ったセーターなんですけど、うん、カラフルで、やっぱりね、9期生最年少ということで、元気に、元気で無理してる、ね、無理してるあとね、研究生の時にね、してた髪型もしてるので、もう男性中したなって思いながら見てくれると嬉しいです。バイバイ。似合ってる、うん。YouTube をご覧の皆さん、 SK48 チーム E の蒲田夏樹です。ぜひぜひ未完全 TV の YouTube チャンネル登録していただいて、私たちのこといっぱい見てあげてください。お願いします。